さて、次は私鉄特急を見ていこう。私鉄っていうのはどんな電車のことなの？主に JR 以外の鉄道会社のことを言うんじゃ。例えば関東では小田急や東武、関西では近鉄などじゃな。 JR にはない形の特急がたくさんあるから面白いぞ。そうなんだ、楽しみだな。それでは早速見ていこう。うおー、かっこいい特急だね。これは小田急電鉄の VSE というロマンスカーの中の一つじゃ。ロマンスカーというのは小田急新宿駅から箱根湯本を結ぶ特急電車のことじゃ。その中でもこの VSE は一番人気の特急なんじゃよ。先頭車両に大きな丸い窓がついてるね。先頭は展望車両になっていて、正面から進行方向の風景が見えるんじゃ。2005年にデビューして、デザイン性の高さからグッドデザイン賞やブルーリボン賞も受賞しとるんじゃ。この特急が向かう箱根湯本駅は温泉で有名なところ。 VSE に乗って綺麗な景色を見て温泉にでも入りたいもんじゃの。その時は僕も連れてってね。続いては東武鉄道のスペーシア。浅草駅からと JR 新宿駅から出発する列車があるんじゃ。出発する駅は違っても両方とも日光と鬼怒川温泉方面の観光地を結んでおるんじゃ。ということはこの特急は旅行などに使われることが多いっていうことだね。そうじゃな。日光は日光東照宮をはじめ、いろは坂や華厳の滝など見どころもいっぱいじゃ。そして鬼怒川温泉は関東でも有名な温泉地なんじゃ。この特急には家族旅行に便利な個室車両もあるんじゃよ。個室で家族旅行ができるなんてなんだか楽しそうだね。これは西武鉄道の特急レッドアロー号。西武新宿駅から埼玉県の本川越駅を結ぶ特急と、池袋駅からこちらも埼玉県の西武秩父駅を結ぶ特急の2路線があるんじゃ。やっぱりこれも観光に使われる特急なの？いや、この路線は通勤と観光両方に使われておるんじゃ。今見ている車両はニューレッドアローと言われ、1993年に誕生した2代目なんじゃ。初代のレッドアローは1969年から走っとるんだよ。灰色の車体に赤のラインが目立つね。そうじゃな。初代のレッドアローはクリーム色の車両に赤のラインがあり、赤い弓矢という意味でレッドアローと名付けられたんじゃが、ニューレッドアローは赤いラインだけを残して落ち着いた色合いになっとるんじゃ。この特急は名古屋鉄道のニュースカイ。愛知県に中部国際空港ができ、名古屋と空港を結ぶために運行が始まったんじゃ。白の車体に青の縦ラインが綺麗だね。最高時速は 120km。 名古屋駅から中部国際空港を28分で結んでおるんじゃ。カーブをスムーズに曲がるために空気バネを使った車体傾斜制御装置が搭載されていて、高速走行の時でも安定した走行ができるんじゃ。先頭車両に何か文字が書いてあるよ。あれはセントレアって書いてあるんじゃ。中部国際空港の愛称がセントレア。そこへ向かう特急だからその文字が書いてあるんじゃな。うわー、黄色い特急だ。これは伊勢志摩ライナーじゃ。大阪の近鉄難波駅から賢島駅までを結んどるんじゃ。この特急が向かう賢島駅は伊勢志摩と呼ばれる海沿いの観光地。伊勢神宮や志摩スペイン村などがあるところなんじゃ。ということはこの特急も観光で利用することが多い特急なんだね。そうじゃな。車体の黄色は太陽光線にちなんでサンシャインイエローと呼ばれ、リゾート地へ向かうイメージを出しとるんじゃ。家族や友達同士で座れるようにテーブルを挟んだ向かい合わせのサロンシートなどもあるのじゃ。そして車両の前と後ろはパノラマデッキになっているから、スピード感あふれる車窓風景を楽しむことができるんじゃ。なんだか楽しそうな特急だね。